ほかほか大気中に声変わりの変声期真っ最中、男女の体の違いに興味あります。どうぞ。どうも、性欲ガンジーでございます。どうもよろしくお願いします。幼稚園次回のインテリオ、どうもキムウェストンです。そうです、皆さん保健ですよ、保健体育ですよ。僕すごい興味あります。そうですか。僕6年間それだけしか履修してないです。保健体育といってもね、まあいろんな分野があるんですよ、うん、それをね、全て網羅したクイズをね、私作ってきたので、はい、皆さん、それをね、解いて、この保健体育を完璧に履修して、完璧な大人になってください。はい、はい、はーい、まあ、一応大人として参加しますわ。はい、少し俺が直すぞ。あ、細。高校の保健のテストで、はい、コンドームが答えの問題があったの。はい、で、俺、ヒニングって書いてある。はい、はい、あ、ちなみに俺、ヒバニーの名前よ、ヒニングって意外と気づかない、みんな。ヒニング。みんな気づいてましたよ。みんな気づいてましたよ。ああ、そうだね。ヒニング、ヒニングって書いたら、俺だけパスされたって。ハンバーガー頼むときに、ピクルス抜くときは間違えて、ピル抜きでって言っちゃうんですよ。それはマジでやべえ。それはマジでやべえ。それはマジでやばいっすよ。ほんまに。はい、じゃあいきます。はい。はい、第1問です。ミニオン。うわ、苦しい、息が苦しい。ミニオンが倒れてしまいました。あ、はい、どうした大丈夫か。これの正しい対処を今から3人で協力して、最終的にミニオンを生還させるために、おのおのがどういう役割を果たしたかでポイントをつけます。はい、よーい、スタート。お、やばい。まず軌道確保だ。まず軌道確保じゃん。もしもし。とりあえずとりあえず僕救急車やります。あ、お願いします。お願いします。もしもし、名前は。救急車ですか。もしもし、倒れてるんで、僕ミニオン。もしもし。やばい、聞こえない。こうじゃない。おい、これモデルが悪すぎる。そう、モデルが悪すぎるじゃん。AED 持ってきたよ。でも余計にめまいするよ、お前。よし、こうして、よし、息しろ。お前ちょっと待って、殺してるやん、これ。いやあれですよ、確か最初鎖骨あたりトン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 って叩いてやん。さっきは一応医師確認したから。はいはい、医師どうだったんですか。医師はあった。じゃあもう何もせんで。呼吸ができてない。意識はあるのに。僕ちょっと対処法があるよ。軌道で確保します。これお持ちかどうか分かんねえ。はい、うわー、やべやべ、でもまだまだ株は抜けません。先に簡単な方から徐々にやっていきましょう。軌道確保。軌道確保。軌道確保。基本に注意して。顎をクイッて引いてあげて、まず軌道確保します。ここもね、ここもラインね、はい、軌道確保したら、ちょっと人工呼吸。でも意識はあるんですよね。ん、意識あるんですよね。意識ない、ないんじゃなかった。無呼吸症候群の可能性ある。睡眠時これ俺普通にかかっとるじゃあ、あれあります。横隔膜圧迫するやつ。お、あー、はいはいはい、こうやってやるやつ。お、うんうんうん、おー、いいじゃん。はい、いいじゃんでこれ大事なことやからな。大事なこと。超大事なこと。いや、大事大事なのは、お餅を出さないといけないので。まだ出てない。まだ出てない。こうなっちゃう。ケツから取った方が早いんじゃないかな。まあ、ゼロじゃないね。ケツから取った方が早い。じゃあ、お尻から手突っ込んで。はい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 。で、ひ、ひ、ふぅ。受けたいです。あ、じゃあ、持ってきました。なしで。お前、職人すぎる。職人すぎる。はい、これで無事ミニオンの命は救われました。はい、了解です。では今から採点に移ります。はい、採点っていうか命救ったんでね、僕ら。いや、だから3人で100点みたいなのもあるけど。命に点をつけるな。はい、そう、でもあいつがちゃんと採点してるで。しかもダブルチェックしてますからね。ダブル。こんな企画のためにダブルチェック。人件費無駄だろ。はい、今の救命活動において、はい、レンガーさんマイナス1点。はい、アオさんマイナス1点。はぁ、キムさん納得いきません。キムさん5点です。やったー。なんでレンガーさんの減点といえば、掃除機突っ込んだらさっきと人死んじゃうんで。まあまあ
で、その結果、今ので転生しました。マジで全ての挙動気をつけてかないといけない。はい。慣れてました、ちなみに。次問題です。はい。次は、実技でございます。またか。はい。体育。皆さんには、倒立をしてもらいます。はい。倒立。はい。この倒立ができなかった人は、限定です。では、早速やってもらいましょう。はい。お願いします。そうですね、じゃあ5秒制していきましょうか。じゃあ、いきますよ。はい。よーい、スタート。どうぞ。お。1、2、3、4、5。おお。さあ、木田さん、合格です。合格。次、アナさん。アナさん、お願いします。補強型体育いきまーす。なんて。なんて。3、2、1。どうぞ。1、2、3、4、5。クリア。おお。ありがとうございました。それでは。終わった。それでは終わってません、先生。壁に穴開けないようにお願いします。床にも穴開けないようにお願いします。それではお願いします。いきますよ。一、どうぞ。先生。やだな。やだな。今のは壁の強度を測っただけじゃん。壁の強度を測っただけ。反発係数とかどのぐらい。いやだな、僕たちのことを持ち上げなくたっていいですよ。いやいや、そんな、そんな、先生が一番。そんなわけないよ、自分ができて俺できへん、なわけないよ。お前次めっちゃかっこいいから、マジで。はい。3、2、1。いや危ない、危ない、危ない、危ない。先生。最後、どうぞ。いや、多分ちょっと近いし、多分もっと後ろの方がいいと思う。で、手のつく位置ももっとこっち側にしないと。もうお前指導してる、指導してる時点でもうお前できひんじゃん。いきますよ。はい、どうぞ。いい音ねー、先生。はい。では今の先生は、はい、豚だったんだ。いや、でもさ、人には得意不得、得て不得てってのがあるから。ただその君が、僕が倒立できないだけで僕ができないと見なしてるのは、総合的に見て判断不足じゃないかな。ああいう大人にはなりたくないな。見ちゃダメ。では次の問題、生き物でございます。人、ゴリラ、チンパンジー、まあ同じ霊長類ですよね。これを1回に出す精子の量の多い順に並べなさい。ちゃんと理由もあります。これ行きましょう。はい、じゃあ、いっせーので、はい、ポン。人が一番少なくて、次はチンパンジーで、次はゴリラ。僕はゴリラ、人、チンパンの順で。あ、俺と一緒や。なぜですか。これはちょっとデブの人、チンコちっちゃい理論と一緒です。体積がでかい順に戻られました。あ、でも俺も体積がでかい順に並べてて、要は小さい者同士の方が交尾しやすいんじゃないか。でかいやつ者同士の方が労力を使うからしんどいんじゃないかってことで、僕はなんか安定性みたいなの考えたんですよ。はい、敵とかに襲われる心配とかもなくて。あ、そういうことね。あ、だからなんか少なくても耐えるかなみたいな。はいはい。で、逆にゴリラとかだと、僕の記憶確か分かんないですけど、チンパンジーは確か一夫一妻制で、ゴリラだと一夫多妻制だったような気がするんですよね。おお。量が多くないとちょっとすごい回らん、回らんっていうか回転率、量多くしとけば、なんか外れ多くても耐える。ああ、なるほど、確かに。はい、みたいな感じです。じゃあ得点の発表いきたいと思います。はい。レンガーさん2点、花尾さん2点、キムさん2点です。おお、マジで。というのは、この順番は花尾さんとレンガーさんが正解です。おお。理由に関してはキムさんがほぼまあ正解みたいな感じです。で、理由としては、まあ夫婦の形というのに注目が置かれまして、ゴリラは一夫多妻、人もまあ昔は一夫多妻で、チンパンジーは乱婚なんですよ。ってことなんで、まあ自分の子孫を残すためには他の男に勝たなくちゃいけないんですよ、チンパンジーは。はいはい。なんでチンパンジーはより多く精子を出す必要があるという。ゴリラは一夫多妻制って言わんかった。一夫多妻の場合は自分はいいんですよ、他の男性の競争相手はいないんで。あ、そういうこと。あ、そっちか。競争相手が少ないから少なくていいってことです。そういうことです。なるほどね。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。え、なんで差つかへんの。俺倒立で相当のダメージを背負ってるって気づいてる。確かに。じゃあ次の問題です。はい。今から薬物勧誘&断りローリングプレイバトルをやってもらいます。
はい、おどうやって断りましょうみたいな書いてあるとか、そういうことです。本当にそのページです。保健体育の教科書あるやつです。すげえ、はい、めっちゃ学びの動画だよね。そうそうそうお前だってちゃんとしないと炎上しますから、こういうの。あ、間違いない間違いない。じゃあ俺誘われる方やろう。じゃあ僕はじゃあ止める人やります。じゃあ僕悪い人やります。はいじゃあ始めください。よーいスタート。ちょっと兄ちゃん兄ちゃん、はいはい、すごいおもろいの持ってるやん。絶対乗らへん。大阪の道頓堀の路地裏。今のめっちゃ面白かった。兄ちゃん兄ちゃん兄ちゃん、たこ焼き食うた？たこ焼き、たこ焼き食うた？はいはいはい、10個入り、はい。ごっつなかったやろ。でもな、この世にはもっとごっつなやろがあるんやが。何ですかこれ。いやもう耳かっぽじてよ、聞けや。ここにな、ウザベロックブッツーな。おいしいんや、これ。超簡単に食べれる。食べれる、食べれる。たこ焼けたらヒヒヒ言うやろ。まあなんかでもなんか。こうやったらパッて開けてな。これ。気持ちいい。気持ちいい、気持ちいい。気持ちいいね。気持ちいい。最近やる。おお。おお。阪神今夜も勝つで。シーツ絶対打つやん、こんなん。こんなん絶対メッセンジャーにメッセージ送ってあるやん。僕と最近受験とか落ちちゃうんですけど、うん、そういう効果あります。そう、落ちたりするやん。落ちない感覚になる。落ちない。実質落ちないと一緒で、これこれね、10ミリ入って札5枚札札5枚出したら買える。一回やってみたらいいやん、そうやったらもう。あ、でも一回口開けたらいいやん、もう口開ける。ちょっと待って、ちょっと待って、これ何入ってんのこれ。何入ってるこれ。粉、粉、液体、粉とか液体とか、まあいろいろ入ってるけど、うん、まあ一般にはな、あんまりこう、なんやろ、大声で言えへんな。はい、では採点結果を発表します。はいはい、花輪さん、はい、あなた売人として本当はもうちょっと薬をね、危なくないものとしてね、紹介しなくちゃいけなかったんで、そこを多少限定させていただきまして。大声では言うんだろう。花輪さん、3点でございます。おお、3点もな。レンガワさん、やはりちょっと押されていたという部分がありまして、レンガワさん1点でございます。いや、おお、1点、俺今ので。はい、いやいや、全然揺れてないイメージ。揺れてない、勝ったけどな。全然違うんですよ、揺れた方がいいんですよ。ヒューさんは、まあ、単純発言量少なかったんで0点です。もっとレンガーさんを無理やりにでも、ね、引き上がさなくちゃいけなかったんですよ。危ないと思ったら。そうだね。はい、結果発表ー、はい、1位の方から発表していきましょうかね。はい、1位は、はい、13点で9さんです。おーい、そうそうね。2位の方、10点で原さんです。でしょうね。でもなんか、あの想像以上に真面目で、で、あのちゃんと知ってないといけないこともあったし、はい、あの学び得たなってことで、今後の男人生としてね、あのプラスにね、できたらいいな。